こんにちは、ガウスマンの相棒のボルトです。今回は日本のポップカルチャーの発信地原宿のベストルートの紹介となります。まずは竹下通りからスタートし、竹下通りのおすすめショップを紹介します。その後、明治通り沿いにあるラフォーレ原宿を紹介し、原宿駅に戻る途中にあるウィズ原宿を紹介します。竹下通りからスタートし、ぐるっと一周して原宿駅に戻るルートとなります。原宿駅までの移動手段は東京駅から JR 山手線にて原宿駅へと電車にての移動となります。竹下通りへは竹下口の改札口が最も近いです。それでは本編スタートします。ティーンエイジャーの聖地とも言われている竹下通りは、原宿駅の竹下口から明治通りまで約350メートル続く商店街です。竹下通りではおすすめのショップを紹介しながら進んでいきます。まずは原宿アルタです。アルタは新宿が有名ですが、原宿にもあります。キラキラの元をてんこ盛りにした竹下通りのパワースポットをコンセプトに、女の子が好きそうなグッズやワクワクするようなファッションアイテムが揃っています。そして原宿アルタの1階にあるのがシュガーハイです。原宿を中心に全国に店舗展開を行うスイーツショップです。見ているだけでワクワクする竹下通りらしいお店ですね。ここは最近 SNS などで話題になっているカピタピ原宿店です。台湾ジーパイとタピオカのお店になります。台湾ジーパイの特徴はその大きさです。大人の顔ほどもあるビッグサイズです。クレープもいいですが、こちらもかなり気になりますね。ここがレインボーワターメのトッティキャンディファクトリー原宿店です。数年前にオープンしたのですが、今でも休日には行列ができるほどの人気のお店です。店内は可愛い内装で、原宿のお土産やプレゼントにぴったりな商品がたくさんあります。またお店の奥にはお菓子の量り売りもあるので、ぜひ立ち寄ってみてください。
数あるクレープ屋さんの中でもひときわ目立つこちらのお店。アメリカンでポップな外観でたくさんの種類のクレープを提供するサンタモニカクレープ、原宿竹下通り店です。生地には最高級のバターと小麦粉をミックスし、ふんわりサクサクとした軽い食感に仕上がっています。ニューヨークを中心に海外のおしゃれ女子から大人気なのが、ここマンハッタンロールアイスクリームです。アイスクリームを薄く伸ばして丸め、フレッシュフルーツなどのトッピングをして完成。くるくるした見た目も可愛いアイスクリーム、ぜひ立ち寄ってみてください。焼きたてシュークリームとソフトクリームのお店がこちら、クロッカンシューザクザク原宿店です。外側のシューをザクザクした食感に仕上げた新しいシュークリームです。工房一体型の店舗なので焼きたてをいただけます。ピンク色の建物が目印の韓国発のブランド、スタイルナンダです。韓国で話題のファッションの洋服や韓国コスメが勢ぞろいしています。店内にはインスタ映えスポットが用意されているそうです。
国産の竹炭を使った食品や雑貨を開発、販売しているブランドの原宿竹下通り、ユーリンなんです。いちご大福に特化して販売しているこちらのお店は、老舗の和菓子や蓬莱屋さんとのコラボ商品、原宿いちご大福が人気です。女子中高生に大人気の商業施設、ソラド竹下通りです。ゆったりと快適にショッピングや食事を楽しめるファッション&フードスペースとして誕生したこちらは、可愛い雑貨やカラフルなインスタ映えアイテムのお店がたくさんあります。原宿で初めてクレープとジェラートの専門店として誕生したカフェがこちら、カフェクレープクラブです。パープルとブルーを基調にした華やかな雰囲気のこのお店は、テイクアウトが多いクレープやジェラートが店内で食べられます。以上で竹下通りにあるおすすめショップの紹介を終わります。続いてラフォーレ原宿に向かいます。原宿を代表するカルチャー拠点のラフォーレ原宿に到着しました。ラフォーレ原宿は他のファッションショッピングセンターよりも系統がはっきりと分かれたブランドが多いのが特徴です。多種多様なテイストが詰まっているこのラフォーレ原宿を見て回るのは、自分らしさを見つけるきっかけにもなりそうですね。
現在は自主編集売り場愛と狂気のマーケットがオープンしています。毎月最大80のクリエイターやブランドが出品する、あらゆる新しい才能との出会いを楽しむ場として、ジャンルやカテゴリーを問わず一般出品者の募集が可能だそうです。また販売はもちろん展示のみの出品も可能だそうです。そして夏と冬に開催されるグランバザールは、日本一遅く始まる日本一お得なをテーマにしたセールイベントで、人気商品が他より安く手に入ることもあり混雑必至となっています。以上ラフォーレ原宿でした。次はウィズ原宿ですが、思いのほか長編となってしまったので2分割にて紹介することとしました。次回分も合わせて見てもらえると幸いです。気に入っていただけたならチャンネル登録のご支援をお願いします。